とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、モッド入れてみました。ネザー要塞変更モッドらしいんですけども、実際行ってもなんかね、変わってなさそうなんだよね。多分、奥の方に行くと変わってくるのかな。まあ、ちょっと全貌はわかりませんけども、ネザー要塞、行ってみましょうか。どうなってるんだい。それでは行きましょうか。装備ですけども、痛み怒り、そしてウィザーアーマーですね。あと無限のパープルストームつけてきております。どう違うんだろうね。モッドの説明欄には、いくつかの火事場が生成されるって書いてあったんだよね。いくつかの火事場ってどういう意味？なんか難しい場所なのかな。行ってみましょう。うん？ああ、キャプテンはいいのね。一応取ろうか。キャプテンは一応取っていきましょう。難易度が上がるっていうことなのかな？ここのクエストのさ。全くわかんない。今のところ全然変わりはないよね。一向に変わりはないと思うんですけども。どう違うんだい？おお、まあまあ。進んでいきましょう。敵が多いとかかな？いや、あんまり変わってなさそうな気はするんですけどね。多いか？これ。敵。この洞窟の中が何か多いとか。いやいや、普通だぞ。もう全然普通な気がする。どこが変更されてんだろう。全く分かんないですね。中間地点来ましたけども、別に変わりはないよね。なんか変わってる？全然変わってる気はしないんですけどね。なんだろうな、あとの最後のボス戦が若干違うとか？なんか説明欄の写真では確かにここのね、ボスと戦う場所？あそこがね、なんかね、ボスがたくさんいるような感じにはなってたんだよね。おい、めんどくせえな。ここそうそう、めんどくさかったんだ。もういないでしょう。その他は別に変わりないのかな。特に何もなく、最後まで来ましたね。本当に何もない。やっぱボス戦が若干変わんのか。ちょっと逃げるな逃げるな。早いよ、いつもより早い。いつもより動き早くなかった。あー、もうまあ、めんどくさい。どうだ？ここが変わるか？説明欄の写真はここだったんだよね、確実に。ここが難易度が変わるっていうことなのかもしれませんね。まあ、とりあえず行ってみましょう。いや、全くもって問題ない。ブレイズしか出てこないよ。まあさすがにこの狭さでこのトラップがあって、むちゃくちゃボス出てきてくれても、ちょっと戦いにくいけどね。終わりじゃないよね。終わりじゃないよね。じゃあ、はい。お、出てきた。あー、なるほど。ここのボスが多いんだ。あ、なるほど。これは戦いにくい。でも、全然勝てない相手ではないですね。今のだけ？まあ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 。うん。あいつが大量に出てきたっていうのはあるけど、ただそれだけか。全然なんてことないところでしたね。はい。もうここはやらないかもしれません。ということで、今日は、ネザー要塞変更モッド、
使ってみましたけども、ボスが若干っていうか4体ぐらい増えるのかな。それだけでしたね。これはイマイチです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。